ドニゴール公爵は、アイルランド貴族の公爵位。1625年創設のチチェスター死爵と1647年創設のドニゴール伯爵位を前身とし、第5代ドニゴール伯爵、アーサー・チチェスターが1791年に、上されたのに始まる。初代ドニゴール公爵、アーサー・チチェスターの肖像がチチェスター家は、イングランドデボンに起源を持つ。ジョン・チチェスターは、 イングランド議会の庶民議員やデボンのハイシェリフを務めた。その息子であるアーサーは1605年から1615年にかけてアイルランド総督を務め、その間の1613年2月23日にアイルランド貴族爵位アントリム県におけるベルフェストのチチェスター男爵に助せられたが、彼には子供がなかったのでこの爵位は一代で耐えた。 しかし彼の弟であるエドワードもキャリック・ファーガス、総督やアイルランド共同財務官などアイルランドの役職を務めたため、兄の死から間もない1625年4月1日に、アイルランド貴族爵位アントリム県におけるキャリック・ファーガスのチチェスター死爵とアントリム県におけるベルファストのチチェスター男爵に上された。彼の長男である二代死爵アーサーは、死爵位就職前の1639年に、 アイルランド議会で、庶民委員議員を務め、1647年3月30日には、アイルランド貴族、ドニゴール伯爵に上された。この爵位は、父の男系男子に特別継承権を認めていた。そのため1675年に、初代白が生存している男子なく死去した際、甥いにあたるアーサーが2大白を継承した。彼も就職前に、 アイルランド議会の庶民委員議員を務めた。その息子である三大伯アーサーは、少々まで昇進した陸軍軍人であり、スペイン継承戦争に従軍したが、ムンジュイックで戦死した。その息子である四大伯アーサーには、子供がなかったため、彼の死後、甥いのアーサーが五大伯を継承する。五大伯は、グレートブリテン議会で庶民委員議員を務めた後、 1790年7月3日に、グレートブリテン貴族爵位スタッフォード州における、フィッシャーウィックのフィッシャーウィック男爵に乗された。さらに1791年7月4日には、アイルランド貴族爵位のドニゴール公爵とベルフェスト、伯爵に乗せられた。これが、現在まで続くドニゴール公爵くらいの創始である。その孫で三代公を継承するジョージは、公爵就職前に、 トーリー党、後保育党の庶民委員議員を務め、1841年8月18日には、連合王国貴族爵位アントリム県における、ドニゴールキャリクファーガスにおけるイニショウエンの、イニショウエンキャリクファーガス男爵に助せられて、貴族委員議員に転じている。その後1844年に三大公を継承し、第一次、 ジョン・ラッセル内閣下の1848年から1852年にかけて、この栄養ン隊長を務めた。しかし死去した際に生存している男子がなかったので、イニショー・エンキャリクファーガス男爵位は彼一代で、廃絶した。四代皇はその弟のエドワード、五代皇はその息子のジョージ、六代皇はその息子のエドワードが、 継承したしかし六大公には子供がなかったので初代公に遡っての分流である第五代テンプルモア男爵ダーモット・チチェスターが七大公位を継承した。これにより連合王国貴族爵位ドニゴール県におけるテンプルモアのテンプルモア男爵もドニゴール公爵くらいの従属爵位に加わった。彼は1981年から1992年にかけて フリーメイソンのアイルランドグランドロッジで最高指導者、グランドマスターを務めた。現在の当主はその息子である八代子アーサーである。本邸は、アイルランドウェックスフォードアーサーズタウンにある、ダンブロディパークである。現在の当主第八代、ドニゴール公爵、アーサー・チチェスターは、以下の爵位を保有している。ドニゴール公爵ケーフズ。ありがとうございます。